モトローラ6810モトローラ 6810MC6810 68は、モトローラが1980年代初頭に開発した16、32ビットのマイクロプロセッサである。MC68000 とほぼ同じであるが、仮想記憶と仮想マシンが実現できる機能が追加された。主に次のような点で異なる。他にも6810は、 ループモードと称する機能を持ち、に命令だけを保持する、小さな命令キャッシュを持っていて、小さなループを高速化することができた。しかし、全体としての性能向上は68000万に、比較して10%以内であり、68000万とピンゴ完性があっても置き換えるほどの違いではなかった。なお、モトローラが68000よび6 8 0 0 0のマニュアルで公表している演算能力は、 68000で 0.8mips とされ、68010では 1mips とされている。68010は68000に対して100%ソフトウェア互換ではない。最も問題となる違いは例外時のスタックフレームである。68010はセグメント方式の68451と合わせて使うことができたが、設計上の問題があり、この構成の場合、 メモリアクセスに1クロックサイクル余分に時間がかかるため人気がなかった。このため3マイクロシステムズなどのベンダーは自前でムを設計した。6800010は68000に追加した部分がコストに見合わないと判断されたため一般にはあまり使われなかった。ほとんどのベンダーは無機能を次の MC68020 まで待った。しかしながら6 8 0 0から 若干速度が向上しているため、いくつかのユニックスワークステーションや研究用マシンで使われている。68,010はハッカーにとって便利な機能を備えている。ベクターベースレジスタを使うと、例外ベクターを例番地から任意のアドレスに移すことができる。デバッガプログラムを使うと、割り込みを捕まえた時に VBR を書き換えることができた。ありがとうございます。